エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は3分解説、無課金が忘却の庭15を突破するためにしたこととなります。無課金で忘却の庭を突破するために行った育成やパーティーなどについて紹介したいと思います。最後の方で突破するために難易度が高く感じたことなども話したいと思います。まず気になるのはキャラクター育成ですよね。15層をクリアした時点でのパーティーはこのようになります。両方の火力がかなり大事なのはありますが、メインアタッカーを軸にしっかり弱点をつくように組むと良かったですね。また編成を組むときは次のような構成を意識してます。メインアタッカー、ヒーラー、バッファー、タンクの4つの構成にするようにしてます。特に大事なのがヒーラーとタンクですね。基本的に初めてクリアするなら持久戦が重要だと思います。レベルと公園水はともに全員レベル60にしてました。そもそも異物の育成までが手が回らないためですね。最低限の火力を得るためにレベルと公園水は60にするというのがとても大事でした。ちなみに星5の公園水はゲーム内配布しか持っていないのでこんな感じになります。星4でも育成すればそれなりには使えましたね。続いては異物についてです。まずアタッカーとヒーラーは星5生物を揃えるようにしてました。理由としては星5の方が同レベルでも数値が上回るからです。星5のレベル10と星4のレベル12で能力の上限は星5が上回ります。厳選は後回しで問題ないですが、火力や回復力を少しでも上げるならこの程度の厳選はありだなと思います。その他のキャラは異物は星4のセットを揃えるくらいです。星5を育成したものを回してあげるのもありですね。ちなみにですが、獲得するだけでも苦労するので適したものをつけるだけで十分です。こちらの厳選も難易度が高いので全員見つけることが大事となります。異物はこんな感じで最低限揃えたらいいなという感じでした。ただアタッカーが星5異物で育成しているとかなり楽です。今回のゼーレがそれですね。戦闘についてですが、正直なところオートでは無理だなと感じました。というのもスキルや敵処理の優先度などが甘いからです。特に14層あたりからボスキャラクターが出演してきますので、カウンターとかももらう原因になるんですよね。時間はかかりますが、少しでも確率を上げるのであればオート戦闘は避けてチャレンジしてみましょう。正直ヒーラー2枠が欲しいというのが本音です。僕の場合ヤグロが最初の星5で引けたため、安定感はかなり上がったように感じます。これに孫悟キャラが組めれればほぼ体勢を崩すことはなかったです。特に後半の2枠クリアが必須になってきますので、2パーティー分のヒーラーとタンクを育てきるのが必要だなと思います。ですがヒーラーが不足している現状なので、育成や編成が整うまでは後回しでもいいのかなっていうのが忘却の庭をする上で本音という部分になります。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。